第1回リミットレギュレーション予想。どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日はですね、新しい企画としてリミットレギュレーションを予想しようっていう、なんか OCG バリの、ことをね、そろそろデュエルリンクスもした方がいいんじゃないかなと思って動画撮っております。あ、その前にちょっと宣伝を、あの告知じゃねえや、宣伝ですね、させてください。こちら見てください、デュエル遊戯王デュエルリンクススペシャル動画を配信中ということで、こちらにね、顔の大きいおじさんが映ってますけれども、ミスター社長子さんと添井島さん、まあ、他皆さんがあの出演してるんですが、デュエルリンクスの最強芸人と最愛俳優でなんか最強の芸能人を決めようみたいな、結構面白い番組が、まあ、某月某日都内某所収録がありまして、そちらに私ありがたいことにね、コナミさんとの癒着が激しいということで、呼んでいただきましたので、まあ実況解説みたいな感じで、動画に出演しております。かなりね、デュエル自体があのまあ出演者、今回はまあ、ちなみに動画配信はこのリンクからあの見れるようになってるんですけど、出場デュエリストはこんな感じ。ミスター社長子さんと添井島さんのデュエル自体がすげえ面白いデュエルになってるんですよ。あのこれはあれですね、和田アキ子のモノマネをされている、和田アキ子のものとか言っちゃった、和田アキ子様のモノマネをしているミスター社長子さんと、あと、遊戯オタク俳優の添井島和樹さんと、この二方がデュエルを今回は、している様子を 1,2,3 にわたって配信しているという形になってますね。で、実況私と、顔でかいな、相変わらず。さすがやな、貫禄があるぜ。これをね、ぜひね、皆さん公式チャンネルで、リンクは概要欄に貼っておきますけれども、公式チャンネルにて配信中でございますので、結構おもろいし、結構おもろい、やっぱデュエルがおもろいから、そもそも、はい、ということで見てみてください。で、リミットレギュレーションに関してなんですけれども、リミットレギュレーション、まあデュエルリンクスは主に2つありまして、 OCG と違くて、カード部門っていうのとスキル部門っていうのがあるんですよ。カードはこういうリミットかかりますよっていうのは、まあ OCG とかと同じなんですけど、スキルも多分ね、いろいろ修正、こういうスキル強すぎました、すいませんでしたみたいなのがあるんで、ああいうののちょっと予想をしていこうかなと。で、まずカード部門なんですけど、ですね、皆さんよくねご存知だと思います。まず第1候補っていうか、まあ2枚ぐらいしか俺考えてないんだけど、今回リミットこれですね、コンセントレイト。あ、お前も消えろお前もいなくなれ、この世からいなくなれ。これ考えたやつマジでクビっていうレベルなんですけどデュエルリンクスでコンセントレイトはやりすぎ、どう考えてもやりすぎ。これはね、ライフポイント4000で実装していいカードではねえ、どう考えてもリミットは今何もかかってなくて3詰めできるんですけど、そうですね、リミット1でどうでしょう。リミット1、まあ禁止でもワンチャンいいかなと思うんですけど、禁止はさすがにちょっとやりすぎかなと思うんですよね。ないっていうのはまたそれはそれで困るから、ヘルカイザーごっことかができなくなるしね。なので、まあ、リミット1ですかね。まあ、リミット2にするとあんまり多分意味がなくて、その結局その、まあ、リミット2にするとね、狡猾とかエネコンとかとの併用はできなくはなるんですけど、リミット2だったら、その要はエネコン狡猾の枠をなんか違う防御感に変えて、でコンセント2積みできるっていうことじゃないですか。そうすると結局ワンキルクソゲー自体は変ないから、パるんですけど、なんで、まあ、コンセントはもう1でいいかなと、と思いますね。20分の2は引けるんですよ。20分の1は結構、まあそんなに簡単には引けないっていうのがあるんで、引いてコンセント打たれたらガチで低評価っていうブロックみたいなところはあるんですけど、これは1でいいんじゃねえかなと。まあ、禁止はちょっとさすがにね、これパック3なんですよ。これパック3なんでね、まあこれを欲しくて引いたっていう方もいらっしゃるかもしれないですけど、ちょ、本当申し訳ないんですけど、これクソゲーが加速するんで、デュエルリンクスのクソゲーが、まあ、すでに加速してるっていう話は、一回置いといてね。一回それは置いといて、ちょっとコンセントは、さすがに一回牢獄に行っていただくというのでどうでしょう。これやりすぎですね、本当に。はい。で、もう一個ね、まあ、カードはこの2種類くらいなんじゃないかなと思ってるんですけど、これです。召喚魔術。あのね、まあ、予想としてはリミット1なんじゃないかなと思ってるんですけど、リミット1、コンセントと併用できなくなるみたいな、もはやね、
リミット2とかだと多分ね、まだね全然召喚獣痛くないんですよね。やっぱね、召喚獣をデュエルリンクスに出すのは早かったと俺は思う。召喚獣とかいう最強の OCG でも、まあ、そこそこに強い出張テーマをリンクスに急に出すのは早い。こういう強い折りテーマをそのバンバン出すんじゃなくて、折りテーマじゃない、なんかそのキャラデッキ系のデッキ強化してくれるのまだわかんですよ、デュエルリンクス。ちょっとね、やっぱね、その折りテーマ暴れすぎ問題っていうのはどうしても発生するんですよ、デュエルリンクスは。これで、ね、ちょっとやりすぎ、早すぎた、早すぎた埋葬。あのね、召喚魔術自体多分ね、リミット2だとちょっと甘いと思うんだよね。リミット2にして、あの狡猾エネコンと併用できないよぐらいだったら、全然多分召喚魔術2枚積んで、あのブイブイ言わしてくるやついるから、まあ、コンセントがなくなればまだね、ワンチャンあるかなと思うんですけど、だからあのコンセントと召喚魔術を両方ともリミットにぶち込んじゃうっていうのはまあありなのかなと思うんですけどね。うん、一つとして。でも俺は両方ともリミット1でももはやいいんじゃねえかなっていう説はあって、まあ要は親族の打点使と同じような感じですよね。もうなんか小遣いで飛ばしたらもう何もできんみたいな、そのぐらいのレベルまで落としてもいいぐらいこいつは暴れすぎた、ああと俺は思ってます。一旦牢獄行きですかね。一旦これもパックサイ UR なんですよ。パックサイ UR ってまだそのリミットに多分かかったことが経験がなくて、まあちょっと勇気がいる、選択ではあるんですけど、俺はね、やるべきだと思うよ。やるべきだと思う。これが欲しくて、パック向いた人が世の中には結構いるかもしれないんで、そこは、コナミさん、戦えるかもしれません。正直。さすがに、ふざけんな、UR、てめえ、UR、きつい、はっみたいな、やつは多分いると思うんですけど、いや、それでもね、やるべきだと思う。この、まあでもコンセント、まあコンセント規制すれば、まあ止まるかもしんないけどね。うん。と思うんですけど、まあその辺はちょっと、難しいことはありますが、俺はやってもいいと思う。どうでしょう、皆さん。これやりすぎっていう意見がありましたら、コメントにね、残していただければ。あ、そう。結構ね、動画、いや最近判明したんですけど、コナミさん結構動画を見てくださっているっていうことが判明したんですよ。コナミさん結構私の動画見てくださってるっていうことが判明したんで、皆さんもね、あのね、あれですよ。なんかあればコメントとかで残してもらえば、もしかしたら見てるかもしれない。運営さんが。ぜひね、皆さんの意見も聞かせていただければと思います。はい。で、カードはまあこんな感じかな。うん。で、スキルですね。スキル、今回。まあ、カード2枚ぐらいかなと思ってるんですけど、スキルがね、やっぱね、問題なんですよ。まず1個目。まず、下方修正されるんじゃねえかなって思ってるスキルですね。窓を将来。これはですね、主にアレイスターサーチっていうスキルなんですけども、LP1000 減るごとに魔法使いドローするってことで、まあ、アレイスター必ず引いてくると。小遣いぶち込んだ後にアレイスター絶対引くまん、みたいなスキルだったんですけども、これ多分、まあそうだな、まあ予想としてはですよ、予想、1500、例えばね、LP1500 減った後に使用できるみたいな。例えば、もしくはまあ、魔法使いが3種類いないと発動できないとか、デッキに。まあそういう、その、リミットのかけたになるんじゃないかなと。これね、結局ね、小遣い一発でアレイスター引いてくるっていうクソチートスキルなんで、これやりすぎなんですよ。だからね、これちょっとね、多分ね、修正くると思う、俺は。まあ、多分ね、これがなくなったところで、例えば、そのなんかドローセンス、ローレベル、なんかハイレベルだけにして他のモンスターを。例えばドローセンスローレベルにするとか、まあ、なんかいろいろドローセンス闇とかにするとかね。なんか、そういうなんかそのいろんな、なんかその召喚獣の生き残り方みたいなのはあると思うんですけど、まあそうは言ってもやっぱこのスキル強すぎるんで、今現状、デュエルリンクス環境において。うん。なので、この窓将来は多分ですけど、修正来るんじゃないかなと、俺は思います。皆さんはどう考えでしょうか。でですね、情報修正が、来そうなんですけど、ざーっと見た感じ、あのね、情報修正されるスキルもなんかいくつかあると思うんですけど、一応3つぐらい考えてて、まずこれね、創造者。いよいよさ、カードプール、カードプールをアップデートしてくれ。そろそろ、このスキルに関しては。なんでブレイカーとか、なんかその、炸裂走行とかさ、この辺もういいんすよ。こんなのいいんすよ。こんな人のところで解決できないんすよ。今この環境。なんで、創造者っていうこのスキルのカード、まあ、この辺はいいですね。羽暴騎士者蘇生、ライボルとかはいいんで、まあ、例えばですよ。例えばサンダーボルトとかね。例えばですよ。例えば。とか、ブラックホールとか。
なんかああいうのあってもいいんじゃない。うん、なんかサンダーボルト一発したところで結局カイトロイド投げられてワンキー止められるでしょ今この環境。多分ねそんぐらいあってもいいんだよ、うん、と俺は思ってます。はい、さすがにブレイカーとリアクティブアーマーはマジで意味わからんからこれはどうにかして本当に。で2つ目がこれエマージェンシーコール。これがねマジで誰も使ってねえっていう話なんですけど、この主人公の超かっけー好きなのにこれがね、使いにくすぎ、使いにくすぎ問題。自分のライフポイントが2000以下になった後に一度だけ使用できると、自分の手札のエレメンタルヒーローを1枚相手に見せて、そのモンスターと同じ種族属性、これがねやりすぎなんだよな。でカード名が異なるエレメンタルヒーローモンスター相手のデッキからっていうのに加えると、これがねあまりにも使いにくい。同じ種族属性でカード名が異なるとか、なんかその入れなきゃいけないし、そういうモンスターたちをね、属性って1体でいいんですよ基本的に。ヒーローってあのいろんなヒーローと属性で融合するから、その属性ってのはあんまりその多く入れるもんじゃないんだよ。なんでこれちょっとやりすぎだから、例えばですよ、2000以下になった後に手札を1枚デッキに戻して、デッキ外からエマージェンシーコール加えるとか。そもそもエマージェンシーコールなんだから、スキル名がエマージェンシーコール使わせろっていう話ありますよね。エマージェンシーコールを加えさせてくれっていう話はあるじゃないですかさすがに。だから例えば手札を1枚戻して2000以下になった後にエマージェンシーコール加えるっていうスキルにしてみたりとかね。まあもちろんエアーマンとかが実装されると、だからシャドウミストとかね、まあ、結構強くなっちゃうとはっていう話はあるんだけど、まあでも別に手札1枚戻してるし別にそんぐらい良くないみたいな感じあるんですよ。なんでこれは早急に改善していただきたいと個人的には思ってます。でまあ3つ目ですね。3つ目はこのシリーズ、赤き竜のドーチャラコーチャラシリーズね。もう今やもう実装されてるんです。例えば赤き竜のあざダークリゾネーターとか、この辺ね、この辺のモンスターとか、あとレモンもそうだね、レモンとか、このドラゴンクローブさんエンフェイドもそうだし、スポアもそうなんだけど、これ全部実装されてるんですよ。だからわざわざここブリザードも最近実装されたんで、これわざわざこのスキルで加える必要性がないんですよね。加える必要性がないとだからこのスキル死んでるんですよ。だ例えばですよ、例えばこのスキル差別化図るんだったら、まあ、シグナーリューを追加しつつエクストラ枠を1個増やすとか、例えばね、まあ、そういうなんかそのエクストラデッキちょっと増えるみたいなスキルにしてみたらどうでしょう。まあ、そういったね、差別化を図んないと誰も使わないからこういうスキルと思ってます。スキル編は終わりで、最後おまけで釈放されるかもしれないカードちょっと触れていきますか。今こんな感じのリミットには、リミット入りになってるんですけど、このカードたちそろそろ釈放くんじゃねえかなっていうカードをちょっと予想してみようかなと思うんですけど、なんだろうな、こいつとか別にいいんじゃない、悪魔の偵察者、これ別にこいつとかいいと思うな。リミット2になってるけど、まあ、昔はねデッキ破壊やら何やらがなんか強くてなんかリミット2になったんですけど、これ別にいいんじゃねえかな。今あんまりなんかこれが2枚から3枚にリミット2に なることによってなんか困るデッキっていうのがあんまりない気がするから、うん、ちょっとあったらごめんなさいなんだけど、多分これとか別にいいんじゃないか。これそろそろこの一つ目魔人はリミットから解放ということで、仮釈放ということでいいんじゃないでしょうか。こう見るとマジでねえな、損害か。あとはなんかもうほんとクソワンキルを助長するカードしかねえからな。そうですね、そんな感じなんですかね。なんか全然ねえや、なんかお前らもう一生まだまだ牢獄閉じこもってるみたいなカードが多いっていうことが分かりました。今バーって見てみて、はい、皆さんはどうお考えでしょうか。ということで、本日の動画は以上となります。もしよかったらね、高評価グッドボタンお待ちしております。チャンネル登録もよろしくお願いします。また次のね動画でお会いしましょう。リミットレギュレーション発表来たらまた予想とどう違ったのかっていうのもちょっと話していきたいと思います。それではまた次の動画でバイバイ。